ギガンテウスオーツノジカは200万年前から7700年前のユーラシア大陸北部に生息していた大型のシカ。マンボスやケサイと並んで表記を代表する動物として知られる。英名からアイリッシュエルクとも呼ばれる。巨大な角の後枝を持つのが特徴で、学名は巨大なイダズノを意味する。なお、日本語においてオーツノジカと呼称されているものの、 日本で発掘されるヤベオ,オツノのジカは別属別種である。ギガンテウスオ,オツノのシカ復元創造図。最大のものでは肩高約2.3メートル、体長3.21メートル、体重700キログラムに達した大型のシカであり、その名の通り巨大な角を持つ。角の差し渡しは最大3.6メートル以上、重量は50キログラムを超えると言われる。この角を支えるため、 首筋から肩にかけての筋肉が発達していた。この角は発情期において性的ディスプレイ及び闘争の手段として使われたと思われる。それによって傷を負い動けなくなって餓死したと思われる個体の化石も発見されている。原生のヘラジカも大型の角を持つが両者の類縁は遠い。分類的にはアカシカに近いという説もあるがダマジカとは 姉妹軍に該当するという説もある。旧石器時代の壁画に彼らの姿が描かれており、おそらく人類の狩猟の対象になったと思われる。2004年、シベリアの地層から発掘された本種の化石が約7700年、前の関心魚のものと特定され、それまでの過程であった、絶滅時期が数千年単位で更新された。ヨーロッパからアジアの中北部に生息。 特にアイルランドのデータン地帯から多数化石が発見されている。そのため、かつてはアイルランドオーツのジカなどとも呼ばれた。氷河周辺の草地やソリンなどで暮らしていたと思われる。ニーベルンゲンの歌に見られる、シェルッチという動物とギガンテウスオーツのジカを関連づけるものもおり、紀元前700年から紀元前500年頃まで少数が、 スティリア地方や国会付近に生息していたとする説もある。ありがとうございます。